はい。ということで皆さん、今日プレイしていくゲームはこちら、例外配達。やってみましょう。うっさ、うっさ、うっさ。マウスで操作、 WSD で移動、マウスを左ボタンでインタラクトできます。あ、この漢字4文字のタイトルのやつはね、全部同じ会社が作ってるよあ、こんばんは。この荷物を運べばいいのかな。じゃあ行きますか。このアパートが今回の最後の届き先だ。5つの段ボールでお届ければ。あ、QGK さん、サブスクライブ6ヶ月。ホバレトナ、感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ミニミックさん、こんにちは。5つの段ボールを配れば今日はあることができる。あ、スリット口の会社ではないよ。あれよりはちゃんとしてる。A から配達しっか。ちゃんと A からね、やっていきましょうよ。確かに昔のポケモンね。これなんか、引っ越し車両の後ろにいたよね。あれ、絶対吐くでしょ。ハブでアイテムか。暗いね。ちゃんと行くか。あ、猫だ。よしっか。あ、なんかある。ちょっと光ってるのやった。101、普通に2階かな。新作じゃない、新作ね、1月の22日に発売予定だったんだけど、まだ出てなくてさ。201 3 4、あれ、あれ4号室ってさ、ないんだっけ、不吉だからみたいな理由で。なんかあったよね、4号室はないみたいな話。で、1ヶ月ぐらいね。で、出るよ。ピンポーン。ん？なんだ？ん？ノックするか。なんだ？めっちゃ不吉じゃん。おーい。なんだ、おい！出てこい！こいつ、わあ、びっくりしちゃった今。遅いよ。何言ってたの、酔ってるのかな。ちゃんとした人間だ。はあ、来るの遅、あいつと同じ。それ拾っとけよ。ひどいな、とんでもねえやつだ。ペットボトルどこ行った？ちゃんとゴミ箱にしとくか。さっきゴミ箱あったしね。ビートだけしみたいだった。いや、怖い、これ怖いね。トキシックだったね、相当。さっきのペットボトルどこ行った？こっち側投げたよね。暗いな。暗くて見えへんて、これ。あれ、こっちに投げなかったっけ、わかんねえ。あった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 。水のボトル。じゃあ、ゴミ箱捨てときましょうか。グロはないと思うよ。違った。水か。まあ、持って帰る。まあ、次の、びっくりした。グロはないと思うよ。この会社大体雰囲気しか出さないから。昔はね、なんかこのチラザートって会社もなんかガチのホラーみたいな、ちゃんとしたポケモンが出てくるゲーム作ってたけど、最近のはそうでもないんじゃないかな。言うて出てくるか、お化けは。これ何号室？ 502。 いや、俺の方が怖いからね。これ3階でしょ、4階でしょ。あれ、ちょっとこれゴミ屋敷じゃん、これ完全に。どうする、じゃあこれ
5回いけないくらい？どっかからいけっかな？え？え、なに？怖っ。さーっと音鳴ったけど。あ、エレベーターあった？一階かな？あ、これか。あ、来た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 。これだこれだ。ん？ 5 階。いや、画面が近くて怖いな、なんか。近い、視野角激低じゃないこれ。怖いね。モニターに顔近づけて見てるようなもんだよ、このゲーム。502だから。あ、これだ。すいません。どれもこれも出てこねえんだけど。あ、出てきた。404号室の人にもらったんだけど。404号室？毒とか入ってたら怖いし。ペット禁止なのに。猫飼ってることバレたらどうすんのって話よね。猫噛んだ。これ猫飼ってるんだ。おお。で、美少女が出てきたね。閉められた。ガチャッとされました今。あれ、こっちから降りれんの？あ、4階には5階から降りるんだね。オッケーオッケー。ちゃんと閉められました。じゃあ、この猫缶持ってきましょうか。今シュッて今シュッて行こうとしたからね。怒られた。怖いよな実際。ちょっと怪我してるよこいつも。猫缶だよー。はい。ん？手紙。公平元気してる？新しいアパートはどう？前のアパートでは住民の人たちと会わなくて引っ越すことになっちゃったけど、今回は大丈夫そう。前は障害のことや生活保護のことでバカにしてくるような人がいたんだっけね。前も何度も言ったけど、前のことはあちらさんがいけなかったんだよ。公平は何も悪くないからね。自分を責めてはいけないよ。仕事も決まらなくても焦っちゃダメだよ。公平はお母さんの自慢の息子だから大丈夫。前のアパートは辛いことばっかりだったかもしれないけど、くじけずにもう一度頑張ってみて。お母さん応援してるからね。なるほど。公平だって。ちょ、毎回ここっするな。なんだ。よし。じゃあ次 C。 終わっちゃいそうだけどこのゲーム。このまま終わってほしい。あわよくば4。あ、4階だ。やだな。ちょっとなんか4階行くのやだな。猫いなくなった、もしかして。あ、いなくなってる。公平。じゃあエレベーター使って。そうだね。あ、そうか、4回切るから楽だな。別に5回から行かなくてもいいんだわ。なんだ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 。来たね。ゴミ袋で行けなかった。こっちから行こう。401。じゃあこっちだ。怖いよね。4階。4階って怖いよな。インターホンポインポン。怖いなこれ。開けろ。おい、なんだお前。怖い。僕も同じに見えます。怖くないですか、このアパート。僕もこの中の一人になってます。気にしないで。忘れてください。ああ、なんか嫌な予感がする。彼のことで来たわけではない。これなんかちょっと公平っぽいけどね。ああ、なるほど。その荷物ですね。その荷物は信用できるかわからない。あなたも。サイジと話してきてください。サイジ？サイジと話してくるまでその荷物を受け取ることはできません。105号室にいるはずです。もっと。でしたら、ボスみたいなやつがいるの、ここに。大家さんとかじゃないんだ。大家さん1階にいがち。あると思います。
105号っすか。なんだ。ピンポーン。インターホンの実績解除したわ。これノックがあるんだろうな。あ、来た。やだな、これ。絶対正気じゃないって。ち。あ？みちるに言われてきたのか。あ、じゃあさっきの公平じゃないんだな。俺はこの辺の祭事だ。これ以上は言わない。その荷物は呪われてる？供養する必要があるな。だがその前に必要なものがある。いや、わかんないけど。金？え？俺が金払うの？ちょっと、みちる！みちる、金必要なんだけど。先に言ってよ、そういうのは。だいぶ笑ってたね、最初。スタンプそっくりだね。ちょ、みちる！あれ？あ、ごめんごめん。40だっけ ?401 だった、ごめんごめん。みちる。金。最初の話来た？直接？マジで言ってます。運がいいですね。じゃあ、普段会えないんだね。僕はインターホン越しに話したのに。それでお金が必要と？もちろん入る。おお、いいね。最初の言うことは絶対です。間違いない。これを持って行ってください。必ず渡してください、すぐに。安っ。1000円でいいの。最初の入り1000円でいいの。俺も受けよっかな。よいしょ。めっちゃお手軽価格だったな。まさか1000円とは。最初1000円もらってきました。怒られそうだな。怒られそう。絶対1000円じゃダメじゃん。まあ、酒は帰るけど、よこしてみろ。待って。何？舐めてんのか？どいつもこいつも。道はこれで足りるとでも思ったのか？でしょうね。足りるわけねえだろ。道にもっと金出させてこい。はい。いませんでした。あ、こんにちは、そうめんさん、こんにちは。お払いっていくらぐらいなんだろうな。5万ぐらいしそうじゃない？お払いって。お払いって何してんだよ。荷物を配りに来ただけなのに。受け取ってくんねえか。みちるのせいよ、全部。全部みちるのせい。おい、みちる。金足りねえよ。あ、もらえない。あ、これも。これも？あ、あれ、猫缶。さっきの人からもらったのは。足りなかった？さあ、サイジ、僕を許してください。これで足りるといいんですが。今月分はこれがステレス。もう1円もない。親にもっと金を頼まないと。やるじゃねえか、先にこっち渡しとけよ。なあ。お払いなめんなって。1本って言ったらそれはもう1枚のことだから。あ、サイジか。サイジじゃないか。ありがとうございます。なんかめっちゃ緑色じゃない？気のせいだったわ。なんか僕押されたっけ他に。この水何に使うんだろうな。大使、満札です。足りるわけねえだろ！待て。ああ、まあいいだろ。ギリギリだがな。じゃあ1100円でギリってことね。1万1000円でギリ。供養始めるか。終わった？ふう。終わったぞ。何にもしないけど。さあ出ろ。除霊された4枚地コーストの郵便物。なんでそんな呪われたものが届いてんだよ、ここに。この水何に使うんだろうな、気になるな。またあのイオンだ。よし、これ時間かかったね、この荷物。はい。ね、これさ、なんか清水にしてほしかったよね。
さあ、妻子、僕を許してください。さあ、さっさと荷物を渡してください。出てってください。最初から受け取れよな。でもどういうことなんだね。これ全然このアパートの状況がつかめないな、まだ。まだ全然つかめてないよ、このゲーム。で、みちるはなんか変なこと言ってたよね。僕も一緒に見えますかみたいな。このアパートの一員に見えますかみたいなこと言ってたよね。どういうことなんだろうね。で、なんか正気を保ってる人間がいないよ、ここに。これなんか、縦読みだったりした？違ったわ。あ、猫缶、びっくりした。猫缶くれた人。あと2個しかないよ。じゃあ D 行こう。でかいね、これね。この荷物でかいぞ。明らかに。ちっちゃくなった。ちっちゃくなっちゃった。すごいちっちゃくなっちゃった。さっきまであんなでかかったのに。行くか。ちっちゃくなっちゃった。じゃあこの辺ちょっとチラッて見てきていい？なんかあるかなって。さすがになんもないかな。パワーこれギュッてされたってことこれ。まあ行こうか。これは305号室ね。エレベーター使ってこうっと。エレベーター使ってこうっと。不調は二頭筋がでかすぎて荷物がちっちゃく見えてるのかもしれない。305だよね。3で5と。ピンポーン。おいと。暗っ。何？何？今行きまーす。ああ、びっくりした。ちょうど後ろ見てたからびっくりした、今。ちょうど後ろ見てたから。な、お前の、なんだそのフェイクは。はい、あ、でっかくなった。ねえ。何してるの？その荷物。わかってるでしょ？ベッドフレームよ。組み立て終わるまでが仕事でしょ？聞いてねえ、そんなこと聞いてねえよ。でっかくなっちゃった。荷物。びっくりした。首怖かったね。どこに置くのこれ。こっち？ここ。ここって書いてるわ。ここね。仕方ねえな。サービスじゃねえんだぞ。サービスじゃねえんだぞ。ベッドフレームの組み立て。できた。できた！じゃ帰るか。暗いなぁ、マジで。さっきのやつどこ行ったんだよ。暗すぎ。何？俺何したらいいのこれ、あと。なんだ、暗すぎて。え、何？違う、なんか滴り落ちてるだけだ、これ。なんだこれ。なんだこれ。なんだなんだ。突然、がぜん怪しくなってきたな。ね、この水余してるのちょっと嫌だな。水余してるのちょっと嫌じゃない？ああ、確かに真上の部屋から滴り落ちてるってことかな。そっか、さっき305だったから、405の部屋？確かに、ありえるね。配達員の
え、これ405だと嫌だな。この最後の荷物。何号室だ ?202 号室だって。202号室全然関係ないね。あれ、なんで自転車ここにあんの。え、じゃあ行ってみる ?1 個上の部屋。で、あの女どこ行ったの。さっき言ったのが305だから何かあるかな。ここの突き当たりの部屋がさっきの真上の部屋でしょ。ここだよね。何もできないや。じゃあもうとりあえず行こうか。202。怖いな、なんか。そろそろ怖くなってきた、ちょっと。あれ、そういえば404号室に物持ってった気がする。あ、202号だ。さっきのちょっと怖かったな。なんだ?こんにちは。え?あらららら。あら、ちょっと。お母さん、いや、おばあちゃん。息子が行っちゃったわ。あなたが急に来たからよ。息子を連れてきて早く。行きます。どこ行った、おい、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あれ、あ、どこ行った、ちょっと、どこ行った赤ちゃん。息子って孫だろ。やっぱ404、いや、40、いけるか、あの子供。あ、投資しちゃうぞ。いや、4階な気がするな、でも。でも、上がっていけない気す、あれ?あれ?不思議と今の赤ちゃんのスタンプあるね。なぜだか。どこ行ったの?開いてる!なんか。俺、やっちゃった、これ。あれ?みんな。俺、やっちゃった?なんだ?何がある、ここに。え?なんだ、ここ。え?だ。みんな出れないんだけど。みんな出れないんだけど。俺どうしたらいいんだ、俺どうしたらいいんだよー、みんなー、俺どうしたらいいんだ、この部屋で。いや、助けて、みんな助けてくれ、俺どうしたらいいんだ、ここどうしたらいいんだ、みんな助けてくれ、みんな助けて、俺どうしたらいいの、出れないんだけど、助けてみんな、飛び降りてよ、俺も、俺も飛び降りてって、中開けれる、ここ。
なんだ？子供の声する？あ、いた！おー、え？これ俺じゃん！え、待ってこれ！俺だ！ほぼ、ちょ、みんなもう一回スタンバって。もう一回スタンバってみんな。これ、いや！俺だ。幼き日の俺。いや、バグってる、ここ。入れちゃった。置いといて、行くぞ、みんな！帰ろう、帰ろう。ああ、危なかった。行くよ。こいつを犠牲にできるから。誰かが来ても。え、どうやってここまで来たの？くるくるしてるね。やべ、1階じゃなかった。2階。ちょっと待って、さっきさ、鉢植え落としたの気になるわ。それ先に見に行っていい？なにおい、なんだよ、おい、あれ、赤ちゃんいなくなっちゃった。みんな赤ちゃんいなくなっちゃったんだけど。え、みんな、あれ、うんかない、なんだ、え、なにお札、え？何？え、今全部やってくればいいのか？非常用の階段？まず 206？206号室。アイテムの感度早くなってる。確かに。ほんとだ。ドンキーコング始まったな。あと206は、この辺？あ、でも登れないな、直接は。どうしよう。どうしようかな。まあ、とりあえず、登っていくか。うわ、すごい嫌な音する。マジで。怖いね。ついてきてないよ、俺も。305!305!305、多分この先なんだよな。5じゃないんだよな。ちょ、待って。降りれないというか、もうなんか壁ができちゃってるもん。いや、音の圧がすごいって。マジで。401。401はこれいけるね。いけないんだけど。あ、こっちから行けるわ。まず401から行くわ。ね、大きくなってる気すんね。ここ降りればね、401だ。オッケーオッケー。401ってあの、ミチルじゃない？なんだ？ 401 ゴーストのミチルさんとは、年が近いから仲良くなれると思っていたんだけど、部屋から出ている姿を見たことないから、401ゴーストを訪ねてみることにした。3回目でやっと連絡くれたんだけど、君みたいな人と仲良くする人なんていないと思うよ。で、それだけ言ってすぐにドアを閉められてしまった。どういう意味？どういう意味だ？これ、公平の日記かな？さっき言ってるその障害を持ってるっていう。もしかして。502号室はこれすぐだね。日記2。今日は502号室のエリカさんに熱感をあげた。自分も犬を飼っているから仲良くできたらいいと思って。ほんとキモいって言われたけど、動物好きな人に悪い人はいないはず。キモはいくつついたけど。猫缶くれたもんね。やっぱ公平っぽいな、これ。公平の話っぽいね。ちょっとも、戻るか。多分なんかちょっと見逃したわ、ルートを。206と305ね。これかな？公平うまくいってないね。
こっちにはないか。206と305。206と305。あ、こうやって多分305はいけるわ。多分だけど。この一通りで。あ、いけないな、まだ。じゃあ206が先か。これ降りると多分206がある。OK。日記4。1から読みたかったな。1から読みたかったな。夜、206号室の竹尾さんが段ボールを運んでいた。手伝いましょうかって言ったんだけど、トロイお前が何を手伝うんだよ。手伝い暇があるなら生活保護なんかもらってんじゃねえよ。社会のお荷物か。って、僕周りからそんな風に思われてるのかな。厳しいな、このマンションの住人な。みんなね、みんな厳しい。このお金は何だ？多分これが最後で305号室だね。多分日記1、あれ？日記1あったっけ？ 305 号室のアリサさん、あ、日記1はあれか。あん中にあって、あ、違う、あれ手紙か。305号室のアリサさんは学生さん。バイトもしてて頑張り屋さんで応援したいと思ってる。初めてすれ違ったから挨拶をしないとって思ったら、ストーカー？怖って言ってた。周りには誰もいなかった。僕のこと？ストーカーなんてしたことすらないのに。そうね、妻子さんにちょっと会いに行こうか。さて、これで配り終わりはしたね。戻ろうか。ちょっと僕戻るルートいまいち覚えてないから、ちょっと時間かかるかもしれないわ。あったあったあった、これだこれだ。やっと見つかったわ。多分これであっちも、ああ、オッケーオッケーオッケー、戻れた。ちょっと再三に会いに行こうか。すいません。なんかやばい感じなんで。お！日記 6！ あ、お金渡したら OK だった。朝、105号室の生吉さんが歩いてるのが見えた。最初しているみたいだし、優しい人なのかもと思って話しに行ったんだけど。弱者が何のようだ。金も持ってないただの役立つなんて見たくない。二度と俺の前に現れるな。って。いっぱいしたうちもしたし、機嫌悪かったのかもしれないけど、あんな言い方されるなんて。さっき、あとなんだ？あと8円が落ちたよね、さっきね。あ、帰り道なくない？え、あと水って何かに使うか、これ。あとなんだ？あとなんだ？みんな。水の使いどころ。それとももう帰れる？あ、ごめん。日記1がねえなって思ってたんだよな。ごめん、あったわ、もう一個。202はこれ登ってすぐじゃないか。暗すぎて暗すぎて普通に見落としてた。やべ202 一筋縄にはいけないぞ。あ、手紙のとこもしかしたらなんか変わってるかもね。おい、一筋縄には縄ではいかないぞこれ。みんな困っちゃったね、困っちゃったねこれね。 OK、ちょ、手紙読ませてほしいんだけど。あ、エレベーターが直った。日記1。赤ちゃんが歩いてた。とても可愛い。僕は子供好きだ。あれは202号室のマリコさんとこの子供だ。マリコさんがこちらに気づくと、同時に子供を抱っこして連れて行ってしまった。悪いものが映るわ。って、僕はバイキンか何かな？ちょ、エレベーター動くようになったけどさ。塞がれてるじゃねえか。おい。え、でもこっからさ、どこ行く？逆に。てか、ちょっと待って、あのさ、落としたさ、花瓶、どうなった？あ、で、ゴミ箱じゃなくなってるわ。僕、鉢植え落としたよね。地面に。あれ、よかったんかな？落として、これどこに行くの、これえ、みんな僕何階だと思う、これ動かないぞ。
出れないんだけど外に。え？やった？俺。え？俺なんかやっちゃった？足つった。あ、いててててい、てふぅ。え、なんだこれ。うわ、頭も痛いし。なにこれ。ね、これなに。真っ白になっちゃった。うわ、頭も痛いし。血管ちぎれたんじゃね、俺の。ね、水は八上多分この辺に落ちたと思うんだけど、みんな。多分だ、八上この辺に落ちたと思うんだけど。暗くて怖いわ、みんな。暗くて怖えって。もう進めないよ俺、怖くて。これ以上。ちょ、みんな、一瞬だけでいいか、コメントして。みんな一瞬だけでいいか、コメントして。進めないから。みんなのコメントで俺進むよ、これ。みんなのコメントするたびに進むわ、ここ。しゃ！おお、なになになに？道かける。なんだよ！とんでもねえエフェクトだったな。なんだ？なんだよこれ。おふざけ要素だ、急にここに来て。ここに来てのおふざけ要素。てかさっきのさ、鉢植え、マジで鉢植えに水使うと思ったんだけどな。そういう感じだと思ったんだけど、あれ見逃してるかな。あ、これマンションの裏だね、完全に。あった。え？え？嫌なもの拾ったわー。うわー、嫌なもの拾った。最悪。嫌なもの拾ったー。あ、メールボックスの方が良かったー。行かなくていいわ、ここだ。公平、大丈夫かい。最近連絡がないからまた手紙を書いちゃってる。ちょっとあの、読みづらいのでちょっと角度変えます。また手紙を書いちゃってる。あんたは昔からとても落ち込みやすくて、障害のことし気にしすぎて自分を責めやすいから心配です。溜め込みすぎて爆発してしまう時もあるから。公平は誰よりも優しくて、お母さんの自慢の息子だってことを覚えておいてね。今のアパートではいい人たちに巡り会えるといいね。何かあったらいつでも電話しておいて。お父さんもお母さんも家族みんな公平の味方だからね。仕事も無理して働くことはないんだよ。公平が幸せに暮らせることが一番だから。そういえばおばあちゃんが公平の顔を見たかったよ。落ち着いたら家に少し帰っておいてね。じゃあ404号室か。そうね、公平の部屋で、でその真上であの血が滴ってたから、まあ、誰か殺しちゃったのかもしれないね。俺も帰るから！帰るって！もう持ってきたくないー。もう配達したくないんですけどー。確かに例外配達だね。完全に。これは。完全予定外だからな。公平。公平いるのか？
みんな落ち着いてくれ。みんな落ち着いてくれ。みんな落ち着いてくれ。豆柴公平。生活保護。生活保護。中、ここ中牛アパートって名前なの？ね。うん。うん。これちょうど位置的には血が滴ってた場所かな。ジーザス、ジーザス、オーマイガッ、オーマイガッ、まあ助けてくれみんな、怖すぎる、助けてくれ、何が起こるんだ、うわー怖い、うわー怖い、動けない、え、これ何かするべきなの俺は。違う、なんだ俺、どうしたらいいんだ、みんな何かできることあるか、これこれ俺何かするべきなの、うっ、ブラックアウトした、音が怖い、いやまだ来そう、え、まさかグロがあるとはね、おい、ランドロード大家、やだ、もうやりたくなーい。まだやらされるこのゲーム。これ105号室もしかして。あれ違う。あれ。しょ、これ大屋だ。大屋は大屋だなこれ。祭祀はあれなんだ。違うんだ。ね、僕最初がね、そう、大家だと思ってたけど、違うんだね。まあ、404号室行こうか。ミチルとかはこれどうしてんの？いるのかな？ね、さっきのあの、画面のチラシがなくなったしね。大家が見せた何かの映像だったのかな？なんだよ、お、なに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 、なに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 、なんだ、コウヘイくん、違う、コウヘイか、なんだ、エンドに、エンド2？